はい、日進塾の補助金おじさん鈴木康弘です。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。今日は SEO について解説をしていきたいと思います。 SEO とはサーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取って検索エンジン最適化の意味です。サーチエンジンとは何のことかっていうと、検索エンジンのことで Google とか Yahoo、まあ、海外だと、まあ、他にも Bing とか、ネイバーとか Baidu とかそういったものがありますけど、そういったもののことを検索エンジン。最適化ってのは Google 対策のことになります。具体的には SEO ってどうなるかっていうのをお見せしたいと思います。これがシークレットモードっていうモードで、僕のログイン情報といったものが一切ない状態で検索をかける形になります。例えば私はホームページの制作会社なので、ホームページ制作会社西新宿とかっていう風に検索します。するとこんな感じで今1位に出てきてます。例えばうちは SEO とかも得意なんで、 SEO 西新宿とかってやった時にこんな感じで、ここが広告になってます。ここですね、1位に、これも1位に出てきてます。これが SEO っていうやつですね。まあいろんなキーワードで引っかかってきます。サイト全体を最適化するので、そこに含まれてるキーワード全体がターゲットキーワードにしていくことができるので、いろんなキーワードで引っかかってきますね。 Google ってのは何かっていうと、1997年に創業して、当時はですね、ロボット型検索エンジンとディレクトリー型の検索エンジンしかなくて、そこに最高発でAI 型の検索エンジンとしてデビューしたのが Google です。その Google が日本に上陸してきたのがだいたい2000年ぐらい、その2000年ぐらいの時に僕は初めて使って、うわすごいとかと思って SEO をねやる。で、うちの会社は2003年に創業してるんですけど、2000年の Google との出会いがこの日進塾 .net を作ってるっていう感じですね。今日本国内では Google と Yahoo が提携してますので、9割以上の検索エンジンが Google という形になっています。実際 Google 対策っていうのは何をやればいいかっていうと、この Google 検索セントラルっていうところに全ての情報が載っております。専門的なものなんで、全部これを読んでいろいろ実行していくってなるとかなり大変なので、ここを解説していきたいと思います。 Google 対策っていうのは何をやらなくちゃいけないかっていうと、一つは SEO の内部施策で、もう一つは SEO の外部施策で、もう一つは Google マイビジネス、この3つです。具体的にはどういうふうにしていけばいいかっていうのを解説していきます。まず内部施策の大前提として、1テーマ1ドメイン、ドメイン使わないで、例えば Wix とか Jindo のドメインの配下でホームページ作成してもあまり効果ないんで、ドメインは必ず買いましょう。自社のドメイン買うという感じです。次にその購入したドメインの中に、ホームページをねこう作成していくわけですけど、そのホームページの中身は1ページ1コンテンツっていうような内容で書いていきます。で、次にですね、サイト構造こんな感じで、それらのページを分類分けして、ちゃんと子ページ孫ページ、大規模なサイトであればひ孫ページとかっていうような感じで階層化して構造化していくと。構造化していくときにですね、大切なのがこのキーワードマッピングですね。このページでこういうキーワード引っ掛けたいんだみたいな感じをそれぞれね計画立てるんですけど、こういう感じで書きで全然いいんで、マッピングしていくわけです。マッピングしていくことによって、そのグループが正しかったり、正しくなかったり、いやこっちのページこっちに混ぜといた方がいいなとか、そういうことが出てくるわけですよ。これが最終的には UX UI、 ホームページのユーザーインターフェースにつながってきますので、でそのユーザーインターフェースに関しても SEO の評価対象になってますので、 UX UI がここできちっと設計できると思って、これもちゃんとやっとくっていうことですね。あとはその各ページの内容なんですけど、タイトルにちゃんと適切なターゲットキーワードを入れておくと、先頭32文字がすごく重要なんで、なるべく先頭の方にキーワードを詰め込むようなね形で記述をする。次にメタタグです。メタディスクリプションとか、あとメタキーワードとかっていうのを記述しています。で、次に H1 とか H2 とか H3 とか、まあその辺を記述していくと。で、具体的にはどういうふうにすればいいか。こんな感じでタイトルちゃんと書いて、その後にこの文章、本文のところです。大見出しちゃんと書いて、それに対する本文、パラグラフ、P タグですね。P タグで本文を書く。中見出し、込み出しみたいな感じで、全体の中身をですね、ボリュームをつけて、で最後締めとして
中身だし H2 でまとめを書いていくみたいなね、こういう構成にしていく。で、理想としてはね、3000文字以上あると非常にいいです。最低でもやっぱ1200文字以上にはここはしていただきたい感じです。ただ文字数が少ないページもうしょうがないんです。例えばサイトマップのページとかお問い合わせのページとか、そういうところに関しては無理やり1200文字以上にするっていうことはしなくても大丈夫です。出来上がった記事が法律に準拠してるとか YMYL っていうものに準拠してるとか、これ Google の内部の基準なんですけど、これは Your Money Your Life の頭文字を取って、要はその生活とか命に関わるところですね、お金に関わるところに関して準拠してるかしてないかっていうところ、例えば、ね、薬事法とかに全然違反してて、この漢方薬がね効くんですよとかね、この食べ物が効くんですよみたいな科学的な根拠がちゃんと示されてないのに病気が治るとかね、癌が治るとかね、そんなようなのとか、この仮想通貨をどこそこの政府がバックアップ支援してるんで爆上がりしますよとかね、そういうわけのわからないものは目視で Google の2万人のスタッフ外していきますってことをちゃんと言ってます。医療系に関して言えば厚生労働省の方もパトロールをしてて、違反してるところは通知が行くようになってるんですね。これを仕上げとしてせっかく作ってね、1年かけて SEO で上がってきたのにもかかわらずね、ペナルティ受けるともうもったいないんで、もう最初からこれに準拠しているかどうかっていうのは社内でちゃんとチェックするっていうことが必要になってきます。これが、Google の SEO の内部施策って形になります。で、外部施策に関しては単純に昔からあるやつでバックリンクをもらうっていうものです。これはもうほんと古いサイトもいっぱい残ってるんで、見つけたら登録していくっていう、まあただ単にそれだけのことですね。バックリンクをインターネット上でどんぐらいもらってるかで、どういうサイトからもらってるかっていうのが検索オプションとかで検索できてたんですよ、昔は。だけどこれをライバルのサイトをね評価して真似をしたりとか、このバックリンクの構造を解析することによってブラックハット SEO ができちゃうので、これをね公表してないんですよ今。で、唯一見れるのが自社のバックリンクで、それはアナリティクスを設置して、で、その Google アナリティクスにログインすると一部見れます。このリンクってのを機械的に作るんじゃなくて、リンク元の内容の関係度が高かったりとか、リンク元のコンテンツが良質だったりっていうことが非常に重要です。あとはディレクトリー型検索エンジン、まあ Yahoo がね最大手だったんですけど、 Yahoo もディレクトリー型の検索エンジンも廃止しましたので、本当にねちっちゃいところしか残ってないんですけど、ちっちゃいところでもいいので地道にコツコツ登録していく。あとトラフィックエクスチェンジっていうサイトもまあからあって、残ってますので、そういうところにもね登録をして、一番ダメなのがこのトラフィックエクスチェンジでやっぱ機械的にね相手のサイトをクリックするとかっていうのはやっちゃダメですね。あとは業界団体の登録とか地域団体の登録、まあこれで外部リンクをもらう。今までのは古い手法です。もう本当に今まで昔からあった外部リンクの構築の仕方で、今ちゃんと言ってるのがこのアンドメディアの利用ということで、 Facebook で拡散したりとか Twitter で拡散したりとかっていうような、まああと YouTube ですね、動画なんかで Twitter とか Instagram とか、まあ最近だと TikTok とかね、そういうところで拡散して、そのアンドメディアの中にはテレビとかニュースとかまとめサイト、すごくね威力があるのはやっぱ Yahoo ニュースです。 Yahoo ニュースに取り上げられるような感じで、プレスリリースとかまめにお金かけてでもプレスリリースは打ってった方がオールアバウトとか Yahoo ニュースとかに乗りやすくなりますので、こういうところからのバックリンクをもらうように努力するっていうことです。あとは今よく言われてるオンドメディアの構築、自社でオンドメディアっていうのをまあ、これ検索すればいろいろ出てきますので、オンドメディアを構築してそこからバックリンクもらうっていう形ですね。あとはペイドメディアの利用で、ペイドメディアっていうのは広告です。広告が一番の目的ですから、 SEO のために広告やるっていうのはちょっともう本末転倒なんでね、それはしなくていいと思う。ただ広告を出すんであればきちっとアナリティクスと同じ、Google アカウントで Google 広告を出すっていうのが一番効きます。ただ他の Yahoo 広告とかね、 Facebook とかユーザー層がセグメントが少しずれてますから、あと料金が違ってたりとかでね、どの広告を使うかっていうのはお客様のサービスとか商品によっていろいろ違ってきますけど、どれぐらいの予算で どれぐらいやるかっていうのを決めてやるのが、まあ一応おすすめってやおすすめです。で、あとはこの Google マイビジネスです。まず情報はきちっと入力する。
で次に写真ですね、写真とか動画をアップする。特にこの360ってところは Google ストリートビューと連動しているので最重要項目です。オンラインで住所出してないねサービスだとこれがちょっとね使えないんで、やっぱ実店舗のところと競争するとなるとちょっと苦しいですね。ですから、まあ、なるべく住所公開できるんであれば住所公開して Google マイビジネスは登録した方が有利です。で次に口コミですね。で口コミはまだ桜のパトロールっていうかペナルティっていうのはまだ一切ねメスが入ってないんですけど、 Google とかって我々の行動ねもう全てお見通しです。実際にそこに行ってるのか行ってないのかとかね、そのサービスを受けてるのか受けてないのかって分かってるんですよ向こうは。だから口コミの数を集めるために来てもいない人とかサービスを受けてもいない人に口コミを書かせるっていうのは絶対やめてください。あとはビジネスカテゴリーにもよるんですけど、そのカテゴリーに特化した機能をちゃんと使うってことです。あの予約だったりとかテイクアウト、デリバリーだったりとか、まあいろんな機能ありますけど、そういったものをちゃんと使っていくと。以上です。Google マイビジネスに関してはうちのやつをお見せします。これにうちの日進塾 .net なんですけど、情報のところこんな感じで、祭日の情報をちゃんとこれ入れておくと。で営業時間と営業時間外れた時でかなりの検索順位上がったり下がったりするので、これちゃんと入れておくことが重要です。口コミに関しても書き込みがあったらちゃんとこんな感じでレスをきちっとしていくっていうことです。で先ほど言ってた写真のところなんです。ここの360度、これがストリートビューなと連動しているので、ストリートビュー撮影代理店とかっていう感じで検索するとその地域の代理店出てきますので、そんなに料金高くないので、うちがよく使ってるのはアリスキャリアサービスっていうところで、うちのこの事務所の50平米もないような平米数なんですけど、ここの事務所で19,800円です。でこれで全部やってもらえますので、まあ、こういうのをやるっていうことですね。あと動画ですが、動画こんな感じで、動画も、ね、いずれ YouTube とこの辺多分連動してくると思いますので、今のうちから動画もこの辺はねやっておいた方がいいと思います。でうちは特殊なビジネスカテゴリーじゃないので、予約があったりとかテイクアウトデリバリーとかね、まあ飲食店じゃないんで、この辺のサービスがちょっとできないんですね。であとはここからですね、先ほど言ってたペイドメディアなんですけど、ここから Google 広告をやることができます。こんな感じで今広告は一切出してないんですけど、 Google 広告が一番 SEO にやっぱフィードバックしてきますので、こんな感じで広告を打つのもありです。はい、以上になります。ここから日進塾 .net の宣伝になりますけど、日進塾 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に、1700件以上の、制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。